ミシン糸と毛糸の編みぐるみの比較、スーパーキノコ。はい、どうも編みぐるみストの角田です。ってことでですね、今回はミシン糸と毛糸の編みぐるみの比較、スーパーキノコ。はい、ってことでスーパーキノコだったんですよね。マリオに出てくるスーパーキノコですね。まあ、この比較をしてみたいと思います。で、毛糸の方はですね、こちらです。このすごいなんかもうバランスの悪いキノコですよね。結構これも初めの頃に編んだものなので、で、ご存知の方はご存知だと思うんですけども、あれですね、編みぐるみ始めたての頃はですね、中の綿の代わりにですね、内に余りまくってたこのプチプチを入れてるんですね。こんな感じでシュワシュワになります。編み目が結構きついなきついなっていうか、久しぶりにその初期の頃の編みぐるみとか見てて面白いですよね。でこれがですね、段階してやってないんですよね。段階というか、その段ごとにその段をやって、なんかありますよね、このこうになんか後ろに線がつくみたいなやつ、段で、これは段ごとにやんないで、そのまま段して増やし目してこうやってやる、いくですね、あれですね。なので、それよりも僕はですね、その段ごとに、やってこうやるパターンが好きなんですけども、まあ理由がですね、こんな感じで、その、色替えとかをしたときに、あんまり綺麗にならないんですよね、この。結局、やっぱ斜めっちゃうんですよね、こうやって。で、ここもこうやって綺麗にならないので、正直あんまり好きじゃないんですよね。まあ、この頃はですね、あんまりそういうのが全く分かってなかった時期だと。いや、本当はこれもだからバランス的にはこれが真後ろに来るはずですよね。真横から来ちゃってるんですけど、まあ、そこら辺はですね、多分全然わけがわからなく編んでた、深く考えないで編んでたところですね。で、多分これはですね、ネットで編み図を見て、多分オリジナルじゃない気がするんですよね、これ。この下のところはこの底辺だけなんかやって、なんていうんだろうな、この表だけ編むみたいな編み方になってるっぽいんですけども、で、まあ、あとは何よりもこのバランスの悪さですよね。このなんていうのかな、この赤い部分とこの白いこの丸の面積のこの比率の悪さっていうかですね、もうあとなぜかこんなに平べったくなっちゃってるっていう、まあこんなもんですよね、初めの頃は。ってことでですね、あとは、ミシン糸の方で、ミシン糸の方はですね、こんな感じです。ミシン糸のスーパーキノコです。こっちはなかなかですね、いい感じのバランスじゃないかなと思います。まあ、比べてみるとですね、こんな感じですね。まあ、大体この作り目よりもちっちゃくなっちゃうみたいな感じなんですけど、まあ、で、せっかくなので大きさを測ってみたいと思うんですけども、まあ、大きさはですね、どのくらいだろう、7センチぐらいです、で、こっち、ミシン糸の方はですね、あとちなみにこれは90番のミシン糸ですね。まあ、6ミリ、7ミリぐらいですね、大体。すっごいざっくり測ってますけども。で、重さなの、まあ、せっかくなんでこっちの、まあ重くて、まあこれ自体がもうあんまり重いのを測るあれじゃないので、まあ 0.065、 まあこんな感じですね。なので、まあ比較というかですね、今回はちょっと僕のこの昔の編みぐるみのちょっと久しぶりに見ると面白いですよね、自分で。すっごい昔の作品というか、ここもすっごいもうスカスカな感じで中も見えちゃってますね。どうやって編んでたのか、まあなかなか面白いあれですね。はい、ってことでですね、今回はこのスーパーキノコを比較させていただきました。はい、ってことで今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ではでは。